兵庫県の斉藤元彦知事46がいよいよ窮地へと追い込まれている。本日8月23日から開催される百条委員会では、自ら市を選んだ元幹部職員 A 氏、去年60の告発文をもとに職員や OB など10名に対し、パワハラの事実確認などの承認喚問が実施される。その作業に伴って、県職員など9700人を対象とし、 そのうち約6700人から得られたアンケート回答の中身が明らかになりつつある。約95%が知事に対して否定的です。8月5日までに回収できた4568件の回答のうち、職員が記名で書いたものが333件ある。そのうち、本委員会での証言や聞き取りの調査等へ協力する。 つまり委員会への出廷も可能だと答えた職員の数は231件。無記名での回答も可能なのに、これだけの数の職員が協力すると答えてくれた。証言の中身も非常に具体的なものとなっています。